や地獄だったぜここの通り道。ああ、俺はてっきり今アーチが来たのかと思った。待たせて申し訳ありません。はじめまして、私が俗称のブラムハルドです。長えな名前は。私はクラス、それからおじさんにミントです。早速ですがこれを。これは契約の指輪。でも壊れているようですね。これを修復する方法があると聞いてここまで来たんです。なるほど、隙間の力が必要ですね。村の北側で待ってます。詳しい話はその時に。いや、これ道中の敵を出ないようにしてほしいんだけど、どうにかなんないかね。あるいはなんか石化攻撃を無効化する装飾品買えるとかさ。止まるか。あんまりゆっくりできねえけどな。いやにしても石化マジできついぜ。アイテムの補充をしたいな。エルフの集落村になってるんだったらアイテムあるよな。今かくれんぼやってるんだ、邪魔すんだよ。1、2、3、こいつか、こいつと一緒にかくれんぼしてんのか。村の北側に来てくださいって言われてたけど、ベネチアに残した息子たちは大丈夫だろうか、心配でしょうがないよ。ベネチアに、ブランバラスさん、これからどうすれば。勝手に始まっちゃった。この先には私たちにとっての聖域ヘイムダールという地があります。そこにある漆黒の石板を探さなければなりません。その石板で何を。詳しい話は石板のところで。森の動物たちが私たちを導いてくれるでしょう。パーティー、NPC でブランバルドが加盟してる。お前かくれんぼしてんだろ、今かくれんぼやってるの。見っけ。もう見つかっちゃったじゃない。そっちは今度は僕が隠れる番だ。もう邪魔しないでよ。さあせん。村人貫通してるのが気になるよな。で、このベネチアに残した息子って誰のこと言ってるんだろうな。なんかでもベネチアだっけ。ベネチアかアルバニスタにさ、ベネチアかな。なんか八百屋に今日の晩ご飯何にしようみたいに買いに来てた弟いたよな、黒い服着たやつ。そいつの姉がエルフで師匠ですみたいなこと言ったやついたと思うんだけど、それあれだよな。で、それのことだと思うんだけど、ルーンボトル、ルーンボトル今一個もないのか。ちょっとドーピングアイテムを強化しようかなと思ったんだけど、とりあえずビーフ、ビーフとか、なんかフードってフードの表記って 丸になってるやつか。はい、とりあえずフード入れて、ベルベーヌってそういえば、素早さ上がるやつか。レッドベルベーヌにした方が多分得だよね。で、とりあえずこれで OK か。なんかフード屋に石化しなくなるやつないかな、名もなき食べ物や。ステーキ売ってんの、15買っとくけど、とりあえずトロとかは売ってないんだな。隠れもしてんの。またこの下り。いや、こいつらさ、いなくなるじゃん。フェードアウトするけど、このフェードアウトしてるガキを追いかけてったらどうなんの。やってんの。今度は邪魔しないでよ。1、2、3、オスガキ探せばいいのか。オスガキは、なんか気のせいか。オスガキこの辺にいたりしないかな。どっかの家に帰ってるみたいな可能性ないか。ちょっとオスガキ知らねえか。通ってよし。今みんな狩りに行って人が少ないんだ。狩りって言ってもかなり長期にわたるものだけどね。その狩りの情報はどうでもいいから、オスガキを、オスガキがどこにいるかを教えてほしいんだけど、さっき女がいた場所、村狭いね。オスガキらしきやついねえじゃん。オスガキフェードアウトしたのか。オスガキがログアウトしました。どこにもいねえもん。マジでオスガキいねえや。
オスガキやっぱいないのかな、そういうもんかもしんない。家の中に隠れてる。鍵かかってる。どうやら倉庫みたいだ。倉庫の中にオスガキ隠れてる可能性ありえそうだよな。大体のオスガキってさ、隠れ物の途中で家に帰ったりするじゃん。なんでショップ、名もなき道具&薬屋。もう買えるもの全部買っておきたい。まずホーリーボトル、あれないかな。ミスティシンボル値段高えんだよな。もう一個買ってクラースに装備させるか。一個ちょっと値段高いかもしんないけど、これも買おう。んーで、アクアマリンよりか、今買ったやつなんだっけ、ミスティクラウンだっけ、ミスティシンボルか、これ装備させてあげて、この方が戦闘においてスピーディーな動きができるはずだから。で、いい薬、お金が今一気になくなってしまったからな。パナシアを大人買いして、これ使えばよかったのか、戦闘になった瞬間にリキュールボトル、これで対策ができるわ。あ、おお、何や、エルフの長寿の秘密。エルフ族は人間族に比べ大変な長寿の持ち主である。それにはもちろん日々の健康管理、特に栄養ある食事が大事ではあるが、やはり生物の進化にも絡んでくる得意なものである。親と子は似ているようで微妙な違いがある。それは進化の過程の末端で、この微妙な違いが何十世代という時を得て大きな進化となるのである。この進化が起こるということは、その生物はまだ進化の途中だと言えるだろう。それらの考えから察するに、我々エルフ族は長寿な分だけ進化が遅く、それだけ進化の必要のない生物、生物の中でも優れた生物ということになるだろう。なんか自分上げみたいな感じのこと書いてるけど、ハーブの特性、ハーブは非常にたくさんの種類があるが、セボリー、セージ、ラベンダー、ベルベーヌが最も、これあれだろう、ステータス上げる力の種とか命の木の実とかそういう系だろ、ポピュラーなものである。これらはある特殊な薬品につけると赤く変色し、もっと強力なハーブになるという、ルーンを使えばいいんだよね。でもここにはルーン売ってないからな。品揃えな、いい薬が揃ってるよとか言ってるくせに売ってないんだもんな。アルバニスタにしか売ってないか。まあ次アルバニスタ寄るときにでも一気に買ってやるか。で、あのオスが結局見当たんないよね。あんたら冒険者、そうだよ。残念だけどあんたらによる武具はないよ。ここにあるのは狩猟用のばかりだからね。ああ、そうなの。なんかこの民族、エルフの民族にしか需要がないようなもので、よく商売成り立ってるな。いい天気ね。ああ、こいつ初めて話しかけたわ。いや、オスのクソガキがさ、メスのクソガキ分かりやすい場所に隠れてるのに、なんでオスのクソガキすんげえ分かりにくい場所にいるのか謎だよな。これ今さ、見つけるじゃん。まあオスガキがこうすぐに見つけてさ、その後にオスガキもメスガキも二人ともこっちに行ってるにもかかわらずさ、マジでオスガキいないよね。どっかの家に入ってるわけでもないし、いやいやいや、めっちゃ気になるんだけど。 A ボタン歩き、 A ボタン歩きをして、どっかに多分オスガキいるとは思うんだよな。で、そのオスガキを見つけることによって、何かしらの副産物みたいのもらえるのかなみたいに思うんだけど、見当違いかな。あ、いた。見つけたぜ、ザマ。ゲーム見つかっちまったじゃねえか。それじゃ今度は私が隠れる番ね。畜生、邪魔すんなよ。微笑ましいな、これは。これ話しかけてもあれかな、もう変わんないか。ただの微笑ましいやり取りを
見ることができるっていうだけぽいな。いやでもさ、マリオ RPG のさ、その隠し要素的なやつでさ、メリーマリー村のホテルに200回以上泊まるとかさ、あのクラウンカジノのあっち向いておいて100回以上勝つとか、そういう感じでこいつらの隠れんぼにずっと付き合い続けると何か物もらえるみたいなさ、そういうのありそうじゃない？これさ、セーブしたいんだけど、セーブある？ある。ちょっと待って、ちゃんとセーブ。ゲームオーバーになったらめんどくさいからな。もう15分も経ってるからな、時間。はい、なんとかキャット。これ敵、あ、出てくるよね、出てくるさ、そりゃあ。あー、まあ、また出てくるのか。ちょっと待って待って、まずおじさんに何ボトルっつったっけ。リキュールボトルか。リキュールボトルをおじさんに使うじゃん。で、ミントがヘイストかけるじゃん。とりあえずこれでおじさんはまあ石化しないから。で、呪文で次クラース、マックスウェル使うか。おーおー、強い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 。これめっちゃいいじゃん。もう最初からこれ使えばよかったな。でクラースはもうちょっと マックスウェルひたすら使い続けて、これ敵2体とも、おーおー、オッケーオッケーオッケー、よしよし、ナイスナイス。マックスウェルめっちゃ有能じゃんこいつ。もうマックスウェルしか使うなみたいな作戦とかでさ、なんかそういうの選べないのか。呪文使いまくれて、その使いたい呪文みたいのを装備みたいな。 A で特技使用、砲術のみ。 Y で戦闘時の特技使用の有無を指定できます。Y ボタン、これで指定したってこと？俺今まであんまり意識してなかったけど、これで指定できたってことか。ちょっと待って、そういうことなのか。俺今まで全然理解してなかったけど、いや、そういうわけではない。なんかノーム使っちゃってるし、いや、それともそのあれが効かないタイプの敵なのか。魔人戦のやつが返されたかと。じゃあこれを使うぐらいだったらマックスウェルを使った方がいいぜ。いや、ちょっとおじさんがポンコツな働き方しかしてないからな。おじさんの足が遅すぎて。ああ、オッケーオッケーオッケー。たまたま敵が公衆リンゴ、ああ超横感だ。多分リンゴもルーンボトルとか使ってれば今のやつ手に入れられたのかな。うん、でポリゴ使って、いや、クラースな、こういうことかな。これでマックスウェルしか使わなくなるっていう意味なのかな。上、なんか迷いの森的な道がわからん。なんか似たようなマップじゃない全部。お、来た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 。そういうことか。これで戦闘でマックスウェルしか捕まんみたいな。あ、これだいぶ有能だわ。あー、いいねいいねいいね。 MP の消費が地獄みてえに高いけど、いや、もうパート24ぐらいか。パート24ぐらいでようやくゲームのシステムを理解するっていう
クソ遅い展開。これ多分、え、同じマップに来てる？いや、同じマップに来てるような気したけど、はい、アップルグミ。いや、何も考えずに突っ込んできちゃったな。ちょっとマップの構造が分かんない。新火山よりも先にリケルボトル。はい、で、これでおじさんとりあえず大丈夫だから、クラス早くマックスウェル使えや。あれ装備させてるんだからさ、あの有能なやつ装備させてるんだから、早いとこ行動してもらわないと困るんだよな。いや、でもさっきよりだいぶいい戦い方ができるようになってきた。いや、マップの構造が似てるよね。いや、マジでマップの構造似すぎてて分かりにくいや。こういう森の、あ、ドレイク、なんか上位互換みたいなやつで、ミントもヘイストをおじさんにかけて、よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。で、あとは多分上位互換のドレイクを、このマックスウェルで多分くたばるだろこいつ。よしよしよし、いや、いいな、この技マジで有能だわ。で、ソード落としすぎだろ。どんだけ俺にルーンボトルを消費させるつもりなんだ。で、あ、宝箱。ライフボトルも、アイテムが乾燥してるんだよな。はい、で、右に来ましたと。いや、マップが似てるんだよな。袋。袋あるけど中身は何ぞ。こいつら、別にそんなにあれか。もうソロに足らんか。まあ、ヘイストかけて、動きを良くしてから、戦いたいよねっていう気持ちはあるんだけどさ。ウォーターリリー。ヘイストかかってるくせに、動きがなんかもっさりしてんだよな。よし、オッケー。いや、リンゴとか別にいらねえんだよな。ベルベーヌ、はいはい、いいね。能力チートアイテム、チートアイテムいただいて、あー、しまった、またあれだ、ホーリーボトルの効果が切れてるんだ。いや、よろしくない。引けるおじさんにかけて、ミント、エーストもおじさんにかけて。いや、マジ強えわこれ。さあ、ドレイクが襲いかかろうとしてるけど、これどういう判定になる？いやー、敵の方が足速いな。よし、これでくたばるだろ。いいねー。なんかダメージがさ、144の時と936の時でムラありすぎる気がするんだけど、この差は何なんだ。はい、で、あ、待て、あれ使うの忘れてた。ホリボ使って、いやー、マジマップがわからん。右、宝箱、セボリー、もう一個ある。え、ピオハン、ピオハンって何？ピコハン的な。待て待て、間違えた、今の間違えたのちょっと痛いな。で、ミント、ヘイスト、ミントのヘイストもあれだよな、クラースみたいに固定していいかもしんないな。このダンジョンにおいてはかなり必須な能力な気もするけど。で、右のやつにもちょっと入った。オッケー。いや、 MP の MP というか TP の消費が激しい。そう、ここも下があって、どこだよこれ、下？宝箱、ライフボトルってさっきもなかったか。ループはしてないよな。でもマップが似てるだけで
いや、ロマサガ3のさ、妖精いたマップ思い出すな。あそこの森のマップもめちゃくちゃ迷う感じの森だったからな。で、ミント、おつさんにヘイスト。ああ、一発しか当たってねえ。で、超必殺技発動してる。これで敵の、いや敵、ディレイかけることでもないか。おっしゃおっしゃおっしゃ。もうクラウスも TP もスコール減ってきてはいるけれども、まあ、自動でな、戦闘終わった後にちょっとだけでも回復してくれてるから、まあ救いがあるっていうかさ。リキュールボトル、レジストリング、あーこれ以上右は何もないか。いや、こういう森のダンジョン本当に苦手っていうか嫌いだわ。あー出た、宝があるけど一旦ポリボ使って、ミックスグミ、ミックスビングミもあんまり使ってなかったからもうすぐカンストしそうなんじゃないか。ステーキ、待ってステーキいっぱい使おう。はい、カンストで、ステーキで、シーブスマント。マントって、あ、ルーンボトル。マントってさ、あれなん、ちょっと違う箱に入ってるよね。セブリー、レッドセブリーに変身。で、レッドセブリー、まあ、おじさん一択だろう。いや、東の方はもうこれで全部探索したか。紛らわしいよな。俺、西から、いや、西からはそもそも道ないのか。北から来たのか。で、いや、作戦じゃなくて、こういう時に呪文使えるのは本当に勘弁してほしいわ。なんなら、もう一体の方にももう呪文でさ、クラスのマックスぐらいで、一撃なんじゃない？いや、いいね。傍観してるだけでいいって、だいぶ楽だぜ。あー、で、公衆リンゴ。ただな、あれだな。パイングミ使うか。クラースにも、セボリーとか使ってやってもよかったかもしんないな。MP の減りがね、えぐいよね。はい、で、この東側、ダークボトル、初めて入手したんじゃない？ここは何もない。ホーリーボトルの効果が切れたか。で、クラース、はい、マックスベル。これで2体倒せるだろ、まず。いや、マジ、マックスベルゲーだな。ちょっと離れたところからマックスベルを使うことによってめちゃくちゃ安全に冒険を進めることができる。これリザードマン出てきた時もさ、おじさんで攻めるよりもクラースが戦闘を始まった直後ぐらいにすぐに使ってやれば大丈夫なんじゃねえか。うん、まあとりあえず右側、右側から攻めていく。さっき来たっけ？これもうループしてんのかループしてないのかも謎。あ、早速使ってくれてる。よしよしよし。いいぞいいぞいいぞ。あ、こいつくたばってない。オッケーオッケー。くたばってた。で、もう一回マックスベルをぶちかますことによって、ドレイク上向いてる。上向いてる時のドレイク、なかなかいい表情してるよね。はい、で、これで、もう一回ホリボ、ホリボトル使って、上？もう自分でどこ探索してどこ探索してないのかもう分からんからな。なんか全然あれだよな。あ、やってるやってる。
ジで森のダンジョン迷いの森だわな。マリオとかのさ迷いの森と比べると明らかにこっちの方がなんか画質が良くないのか分かりにくいよね。そのより絵をなんというか綺麗に表現しようとしてるせいでなんか本当に本物の森感があるじゃん。あ、なにこれ、リバーストール、おお、リバーストールいいね。はい、でこれで下、あ、宝箱、プロテクリング、レジストリング、ここめちゃくちゃ長くねえか。いや仕掛けとかそういうのはないんだろうけど、あー待って、ミント、エイスとおじさんにかけて、でおじさんもおじさんでリキュール使って、一応ね、一応使わないと危ないからかけておいた方がいいよね。うわー来てる来てる来てるけど、もう石化しないから大丈夫。クソ、真空破山使っているにもかかわらずだ。でももうパーセンテージ結構溜まってるんじゃないの。 50% はいってるよな。あ、え、マスターしてた、え、いつマスターした。アキサザメでいいか。うん、アキサザメにしよう。はい、で、俺どっから来たんだっけ。いや、ここの左下行ってないか。右側探索したか。うんで、下。もう全くもってどこを自分で探索してるのか理解していないのか、大丈夫か。うん、で、リキュールをおじさん。おじさん大丈夫か、追加してないか。気絶してるだけか。よし、まずでも確実に2体しとめて。うえ。うえ。OKOK、秋さつめで何回か攻撃を入れて、からのクラスよ。そういえばここのなんか奥の方に行けみたいなミッションだったっけ。今回奥が全然わかんないんだよな。マップが似たり寄ったりで、あ、待て、使って、ポリボー、これ大丈夫か、ちゃんと進めてんのか。まあ、またプロテクトリング手に入れたけど、はい、で下行って、ここもなんか見たような気すんな、さっき。あー、こいつらか。うい、まあ、テイピーさえ気にしなければもう楽勝よ。おー、オッケーオッケー。テリー・ボガードのパワーウェーブ的なやつを出して、まあ最終的にはマックスウェルで締めると。いいね、ガンガンレベルも上がってくね。これでまたアーチとのレベル差がどんどんついてしまうのがちょっときちいところだけど、あ、セーブポイントがあるってことはちゃんと進めてるな、意外と。はい、で、レジストリング、レジストリングは正直微妙だ。ボス戦近いのかな、ボス戦近いかもしんないから、オレンジ、とりあえずオレンジいっぱいあるからオレンジ使うか。オレンジで、まあ全回復させておいてもいいか。まあボス戦があると仮定しての突、あ、石板来た。この石板は、森の名前でもあるユミルとは根源を意味する言葉でね、ここには根源を司る精霊オリジンが眠っていると言われています。オリジン、精霊たちの王という話です。超古代の幸せの戦い、私たちエルフはラグナロックと呼んでますが、その時に一度だけこの世界に現れたらしいです。そんな曰く付きの石板だからかどうかは知りませんが、これには物質再生の力があるんです。
まさにそれこそオリジンの持つと言われる力じゃないか。そんな不思議な力があるから昔の人はオリジンと関係つけたのかもしれませんね。それじゃあお願いします。下がってください。バトルなりそうでちょっと怖いな。大丈夫かな。お、一瞬なんか出たよな。終わりましたよ。こんなに素敵な指輪だったんですね。よし、次は精霊ルナとの契約だな。その後はモリスンさんの手助けですね。それならばフレーランドとミッドカラズの間にある十二星座の塔という場所に行ってみるといい。そこには精霊が住んでるということです。どんな精霊かは分からんが召喚できるようになればかなりの戦力になるでしょう。前言ったけど行けなかったんだよな。分かった、ありがとう。契約の指輪ムーンストーンとトパーズを手に入れました。これでここのダンジョンもう敵出てこなければいいんだけどさ、不思議な質感の石板だな。結局さ、あのアーチェは戻ってこないの？まあ、とりあえずセーブして、時間もいい頃合いだから一回この辺で区切って、まあ、次のパートで十二星座の塔とか行けたらいいなとは思うんだが、つうことで一旦終えるぜ。次回に続く。